今からですね、あのビジュアルスタジオ2019とビジュアルスタジオコードを使ったあの新しい機能の一つであるライブシェアというものを使いまして、まあ、最近エンジニアの中、まあ、特にアジャイルソフトウェア開発とかリンダとかで流行ってるモブクロをやってみようというのでデモを交えながらやっていきたいと思います。で今日はいろいろ機材を持ってきてまして、ここにサーフェイスブックとあともう一台こっちに MacBook Air が今ありまして、でこの2台を使ってデモをします。で本当はこの他にもいろいろ機材入れようと思ったんですけど、ビジュアルスタジオ4 Mac だと対応してなかったので、一旦今日はこの2台でやります。はい。というので、皆さんの手元に私の環境見えないので、まずは紹介でした。はい。じゃあ早速本題です。で、このセッションは、資料は後で公開しますので、一生懸命写真を撮ったりとかはしなくても大丈夫です。でまず、何を喋るのっていう話なんですけど、もうタイトルの通りです。ライブシェアを紹介して、でどういうふうに開発の現場で使いこなしたらいいんだろうねとか、まあ、そもそも開発の現場でみんなで一緒にソースコードを共有しながら仕事をするときってどういうタイミングのときにやるんだっけとか、最近の、プロダクト中心の開発組織だとどういう仕事の仕方を進めてるのかとか、まあ、最近のプロダクトマネジメント事情とかも最後時間を許す限り紹介していけたらなと思っています。はい、で、16時までですね。はい。あと40分です。で、今日の対象なんですけれども、ライブシェアについて知りたい方と、あとライブシェア興味なくてもプロについて知りたい方と、まあいろいろあると思うんですけれども、40分聞いていただけると両方とも把握できますよというのがこのセッションのゴールになっています。で2つしか紹介しないのでアジェンダもシンプルです。最初に機能紹介を 1,2 分で行って、でその後デモをします。でこのデモをするときなんですけど、もし皆さんお手元にビジュアルスタジオコードとかあるいはビジュアルスタジオ2019とか2017が入っていれば一緒にやってみていただけるといいかなと思っています。でその辺のデモをやって、で落ち着いたところで後半の話題ですね、モブプログラミングを含む最近のプロダクト開発におけるプロダクトの開発の進め方の紹介をしてまとめに入るというのが今日の内容になっています。では早速まずは一つ目ですね、ライブシェアの紹介です。で、ライブシェアっていう言い方なんですけれども、ビジュアルスタジオライブシェアっていうふうにビジュアルスタジオがつく表現をしている場合とつかない表現をしている場合があって、でどうも公式を見ているとつかないような雰囲気をすごい感じたので、資料上はビジュアルスタジオをつけずにただのライブシェアっていう言い方をしています。でまず、私が思った、勝手な解釈の説明を最初にして、後で公式情報の方を載せます。でまず一番のポイントとしては、環境さえあればリンクを共有するだけで使えますよ。ただそれだけです。なので、じゃあライブシェアの紹介って1分ぐらいで終わっちゃう。なかなか辛い。本当にだから逆に言うと、なんか他の機能とかは結構予備知識とかなんか準備とかいろいろやんないと使えないものが多くてハードルが高かったんですけど、このライブシェアに限ってはすごくハードルが低いということを認識いただくのが一番の目的です。ハードルが低いということは開発スキルがすごいある熟練者しか使えないわけではなくって、普段開発をしていない営業の方とかデザイナーの方とかそういう開発職以外の方にビジュアルスタジオコードを入れてもらうだけで
いろんな例えば HTML の中身の紹介とか編集とか、まあ、そういうデモだったりセミナーだったり勉強会だったりちょっと何か教える時とかあるいは障害対応とかでコアなエンジニアが手先にいてでも、自分の、いる会社の社内からしかアクセスできないようなところで何かでバック実行した時に手先にいるエンジニアがその特定の環境で動いているデバッグ実行を見ながら指示をしたりそのエンジニアが遠隔地で直接直したりすることができるということは、政府の言葉を使うと働き方改革の一つにかなり使える幅が広いというのがあります。でそれは機能面の話ではなくて使い方の話になるので機能紹介にはそんなこと一言も書いてないんですけどいくつか応用できるシーンがありますよということだけは多分開発職以外の方にも共有していただくのがまずはいいかなと思います。で実際にマイクロソフトさんのウェブサイトに載っているデモの動画がこんな感じになっていて上の方でいじるとリアルタイムで下の方に出てきます。下の方でいじると上の方にリアルタイムで反映されますっていうのがまずこのデモの伝えたいこと。あともういくつか伝えたいことがあって、ビジュアルスタジオの2019、2017とかビジュアルスタジオコードって例えば背景色ダークモードにしたり背景色白にしたりとか文字の大きさを大きくしたり小さくしたりとかあるいは何かカスタマイズしてたり裏に何か特定のキャラクターの絵を出している方とかいろいろいらっしゃると思うんですけど相手が動かしているソースコードを自分がカスタマイズした環境のもとで例えば自分のショートカットキーで編集したりできるというのが、かなり便利というか仕事の効率を上げる一つのキーになるというのがあります、まあ、なのでこの画像は上がダークモードで下が白い文字になっていてっていう感じで出してたりするんですけど、まあ、そういうのがあります。でここまで、私の言葉で紹介したところで公式情報は何て紹介しているか。公式情報はあらゆる言語、あらゆるアプリで簡単に共有化っていうふうに言ってます。あらゆる言語って言い方をしているのは、Visual Studio には C シャープ、C プラプラ、F シャープから始まって、Java とか他のいろんな言語が使えるように、今もまだたくさん拡張されていっています。もちろん Azure とか AWS とか、そういう環境にもデプロイすることもできますし、iOS とか Android とか、まあ、そういったものを共通で開発するザマリンとかみたいなものも含むんですけどそれらが全部、ライブシェアで共有できますよというのがまず公式情報としてはあります。で2点目の方がもう少し重要で例えば受託をしている会社さんとかだとこの島は A っていうプロダクトを担当していてで通路を挟んで隣の島は B っていうプロダクトを担当していたりしますよね。でそうするとプロダクト別に環境の構築とか使うライブラリとか使うインストールしてプラグインとか違ったりしていてで例えばデータベースのスペシャリストにちょっと相談したいでデバッグ実行してみてもらいたいっていう時に A のプロダクトの相談するのにB のプロダクトの人に相談したときに A の環境をその場で作ってもらって動かしてもらってってで今までやらなくちゃいけなかったと思うんですけどそういった手間が全部省けるというのは社内以外で、何か問題が起きたときに相談に乗ってもらったり代わりに、デバッグ実行のなんかプロの目で、ここが原因なんじゃないの探ってもらうとか若手に対してどういうふうに調べてどういうふうにゲームつけてどう直していくのかを目の前で見せたいとか
みたいな時にも使えるというところで、雑な言い方をすると、どう使うかあなた次第ですよっていう言い方になるんですけど、まあ、それだと多分自分事として全然受け取れなくって、多分今の皆さんの、他の人の仕事の仕方とか全然変わらないことになるので、よければですね、積極的に紹介をしていただくといいかなと思いました。で、ここまでは何に使えるのとか、どう使えるのとか、どういうふうに働き方を変えられそうなのっていう話をしましたが、環境の種類ちゃんと紹介してなかったので紹介します。今日現在ではですね、ビジネススタジオ2019だと全てのエディションで使えます。と、私の手元今はエンタープライズを入れて持ってきたので、それで今日は手元します。ビジュアルスタジオコードは Windows 版と Mac 版両方使います。今日はビジュアルスタジオコードの Mac 版を使ってデモをします。で、さっきビジュアルスタジオを 4Mac でできないかなっていろいろそこでやってみたんですけど、どうもうまくいかなかったので、もうちょっと待ったらいいかなと思いました。でビジュアルスタジオ2019がリリースされる前に、実は2017の頃からプレビュー版ということで、ライブシェアというのはリリースされてました。で、その時に使った方のブログ、まあ、聞いたに、どうや、何をインストールしたら2017でも使えましたっていうのが載ってたので、もし最新版が使えない、仕事についてらっしゃる方は2017こちらをご覧いただけるかなと思います。で、2015、2013、2012は多分ダメそうです。これは無理そうですね。はい、ダメです。はい。じゃあですね、実際にデモというか、やっていこうと思います。私ゆっくりやっていくので、もしパソコン手元にある方は一緒にやってみていただけたらなと思います。はい、ということで、画面を一つにしまして、はい、でまずはビジュアルスタジオ2019ですね。はい、で今回はですね、私が GitHub で管理しているリポジトリから、ソースコードを落としてきて、でそれをまずは Visual Studio 2019で開いて、でその後にライブシェアで Mac に飛ばして Mac 上で編集して、で、プッシュをして直すというふうな形で進めていこうと思います。で、ここでなんかマニアックなソースコードとか持ってきても多分全然つまんないのかなと思ってまして、今日はこの前日曜日に池袋サンシャインシティで技術書店っていう大きいイベントやってたんですけど、その時に技術書店私も初めて、作りまして、同人技術誌をで、それをレビューっていう書籍を作る仕組みで作って GitHub で管理してるんですけど、そのリポジトリを使ってやろうと思います。で、どんな本になったかっていうのを簡単にちょっと紹介をすると、マイクロソフトの社員の千代田まどかさんに表紙へ書いていただいて、プロダクトオーナーになるのに読む本というのを作りました。まあ、こんな形で、表紙はフォトショーとイラストレーターで PDF を後から差し込んでいって、で、ここからレビューで出力したPDF の部分が、本文がこんな形でいくつかの小ファイルを順番に並べて、で、指定したフォントと指定した版組で出力をし、で最後に、またイラストレーターで作った裏瀬表紙を入れて、で、今オンラインでダウンロードできるというふうなものを作ったので、これのリポジトリを使ってライブシェアのデモをしたいと思います。
なので今ここで編集するとこの、本の本文の中身が変わるということです。では早速やってみましょう。でまずは、GitHub にアクセスをします。で GitHub の中にリポジトリの中にプロダクトになる前に4本のリポジトリがあるので、まずはクローンするための URL をコピーして取ってきちゃいます。で Visual Studio 2017に戻りまして、右上ですね、一番最初にクローンはチェックアウトコードというのでリポジトリからソースコードを取るというメニューがあります。でこちらクリックしていただいて今取ってきた URL を貼ります。で貼るとでちょっと保存場所をデモにしてクローンします。でそうすると Visual Studio が起動してってちょっと小さいですね。もうちょっと画面の大きさを、大きくします。150% ぐらいにした、見やすくなりました、はい。で今 Visual Studio 2019上で先ほどの、電子書籍のリポジトリが開かれました。で、この中に例えば、チャプター PO っていくと、なぜもうちょっとお聞きしたいですね、なぜプロダクト責任者が必要なのかみたいな本文があったりとか、あとは後書きとか、はじめにとかっていうふうにソースコードが入っています。で、まずは、ここまではですね、自分が普段仕事でやっているソリューションファイルとか、リポジトリとか、何でもいいので、開いていれば、ライブシェアの準備が完了です。何もしてないじゃんと思うんですけど、2019だと最初から入っているのでまずは、ソースコードを共有するっていうところまでは普段通りの画面を出します。でこの次ですけどライブシェアどこからやるのっていうとこの右上です。右上にライブシェアというアイコンとリンクがあるんです。私も最初気づかなかったんですけどこちらをクリックします。でクリックするとシェアリングって言って今くるくる回っています。だいたい15秒前後くらいですかね、いつもできるので。でできました。でインフォメーションリンクコピーを打ってこのやるコピーしてねっていうので、なんかさっきやった時と違う何なんか失敗しそうな予感がすごいプンプンするんですけど大丈夫なのか。あでも多分大丈夫、はい、うん、ダメかもしんないけど大丈夫だと思いたい。で、ちょっとやってみます。ダメだったらもう一回再起動しましょう。で、ここからですね、次、Mac にアクセスしたいと思います。で、Mac の画面をまずは出しまして、今、ここに
MacBook Air があって、私がこれを触ってタブを切り替えると、この Mac の中のタブが変わって、これ最初化すると MacOS の画面ですね。今やってます。で、これは、今どうやって Windows マシンからつないでるかっていうと、マイクロソフトの Wi-Fi だとダメだったので、自分のモバイルルーターで両方インターネットつないで、でそこから、最近ちょっといろいろ問題があるって言われてるんですけど、TeamViewer っていう、画面共有の、ソフトがあるので、それを両方にインストールして、で ID パスワードかけて、で、マシン ID 使ってつなぐっていうのをやっています。で、ここからですね、Windows マシン上からも、操作ができるので、一旦 Mac をここに置いておいて、Windows マシン上で操作して。で、今、コピーした URL をちょっと Mac に送りたいので、ここに、なんか固まってるぞ。貼り付けまして、で、Mac の画面からそれをクリックしたいと思います。で、そうすると、そのまま、今 Mac の標準ブラウザは Google Chrome にしてたんですけど、Safari でも大丈夫です。で、送られた URL を例えばスラック上でクリックしたら標準ブラウザが起動して、でそのまんまビジュアルスタジオコードを起動して、でそのまんまあと2分か1分ぐらい待つと Windows マシン上で、触っていたソースコードが Mac の画面に出ます。ちょっと分かりにくいんですけど、左右に表示してみましょうか。左側が Mac の画面で、右側が Windows の画面です。今解像度すごい大きくしたのでめっちゃ見づらいんですけど、例えばこんな形で、はじめにの後にじゃないよって入れると、小さい。これを大きくしたい。だいぶ画面がバグった感じになってますが、まあ変更が反映されますということですね。もうだいぶ焦っています。画面を大きくしたら小さくできなくなったっていう。あれ、これどうすんだ。やばい。まあいいか、はい、という感じで、操作しまして、で、Mac 上で直しても Windows 上で反映されます。で、当然保存とかどっちでやっても大丈夫で、で今これはデバッグ実行がないので、コンソールの画面とかローカルサーバーとかは出さないんですけど、デバッグ実行中の変数の中身をお互いに見たりとか、あとは Windows マシン上のローカルサーバーを、ライブシェア経由で共有された Mac 側から、中身を見たりとかっていうこともできます。と、はい、いうので、ここまでが一旦デモでした。はい、残りが16分ぐらいですね。じゃあちょっと Mac には退場いただきまして、ありがとう。さようなら。で、じゃあスライドの方に戻りまして、
で、この後ですね、モブプログラミングの紹介をして、あとプロダクト開発の話を時間が許す限りして、4時に終わろうと思います。で、モブプログラミングなんですけど、つい先月、先々月ぐらいに、モブプログラミングの本が出ました。で、本当は今日その著者の方にここに来てもらって、で話してもらう予定だったので、私資料用意してなかったんですけど、ちょっと子供が熱を出したっていうので急遽来れなくなりまして、大変残念なことに、著者がいないので、私がですね彼の資料を使って説明するっていうのでやります。なので名前のクレジットが彼の名前になってます。はい、というのでこの資料を出すとここですね。はい、で2019年2月にモブプロの本が出てるので、ちょっと興味が湧いた方はそちらを見ていただけたらいいと思うんですが、この方が書いてます。スラック店の若手の方ですね。でまずモブプログラミングって何ですかっていうと、同じ仕事を同じ時間に同じ場所 で同じコンピューターですることというふうになっています。まあ、今のライブシェアを使うと同じコンピューターでっていう制約を外せるというのがこのセッションの肝でした。はい、まあ、結論はそこです。で、あと同じ場所にいなくてもよくなるっていうのはありそうですね。はい、で雰囲気的にはですね、大きいテーブル用意して、でモニターいくつか用意して、でここに、開発者とか設計の方とかテスターとか、プロダクトマネージャーとかみんなこう全員同席してもらって、で交代交代でキーボードとマウスをこう相手に交代して回しながら開発をしたり設計したりデバッグしたり、もしくは画面の要件決めたりとかっていうので、開発側に閉じた範囲のことをモブプログラミングっていう言い方をするんですけど、プロダクト開発ではもう少し広い意味でモブワークっていう言い方をして、看板とかスクラム、にたまったバックログの割と大きめなものとか、ちゃんと中身が決まってないものに対してみんなで決めながら進めるみたいなっていう仕事の進み方をモブワークっていうふうに呼んでいます。で、もともとの起源なんですけど、実は2002年頃からあった。今2019年で17年前からモブプログラミングってなりました。ただ全然流行なかったですね。ペアプロも流行ってなかったんですけど、当時はプロも同じように流行ってませんでした。で、なんで急に割れるようになったかっていうと、4年前にウッディ・ジルさんという方がモブプロの動画、紹介動画を作って YouTube にアップしたところ、それがバズりまして、でそれがアジャイル2015とか、あと日本で私が主催しているアジアルジャパン2016の基調講演に来てもらったりとかして、で普及活動をしたところ急速に広まって、今ではプロダクト中心の会社さんだとほとんどが採用しているという開発のスタイルになっているっていうのがモブプロになります。まあ、残念なことにエサイアの中の方とか受け入れの方とかはあんまり導入進んでないのかもしれないんですけど、まあ、そういう世界が日本でもかなりありますよというのが現状です。で、これはその時の左側が最初の初期の頃の紹介動画でリンクがあるので踏んでもらっていただくと見れるんですけど、右側が、それをもう少し、大きい会場で適用した場合ですね。スクラムをスケールしたレスっていう開発スタイルがあるんですけど、それは一つのリポジトリを複数のチームが同時に編集して直して、で同じ周期で、やっていくっていう。
で、十数チームが一つのマスターブランチに、毎回プッシュしていくっていう開発スタイルなんですけど、まあ、そういうことをやるときに、この1のチームの人たちがやっている内容は2、3、4、5、6みんな把握をしていて、でこの1のやっている人たちの中身なんか関係ありそうだったら直接その場に行って相談して直すみたいな仕事の進め方を推奨しているスタイルがあります、はい。まあ、そういった開発スタイルは今アメリカとか日本の、一部のプロダクト企業では普通に行われているというのが現状ですね、はい。というのでちょっと先走っちゃいましたけど、まあ、そういうのが今あります。で、エンジニアの仕事ってコードを書くだけじゃないですよねっていうのが当然そうだと思うんですけど、先ほどモブワークっていう話をしたんですけれども、モブの後ろにペケペケってつけて、なんかモブワークとかモブデザインとかモブプロとかモブナとかみたいな言い方をよくしている現場が多いようですね、はい。というのであんまりここは重要ではない。でなぜやるのかで、大抵最初に紹介した時にまず最初に言われるのが、例えば5人開発チームがいて、5人の開発チームがいて、通常だったら5人とも違うバックログを担当して並行で開発します。だけどモブプログラミングとかモブワークだと5人が1つのバックログに集中するので、当然仕事の進み方5分の1になるんじゃないのっていう計算するマネージャーが多い。で、開発のソースコードを書いている時間だけを切り取ると、確かに5人がそれぞれのソースコードを書いている時と5人で1個のソースコードを書いている時では5分の1に減ったように見えます。そりゃそうなんですけど、そこだけ見たら5倍時間かけてるよねって見えるんですけど、そうではないところにたくさんメリットがありますよっていうのがここから先の話になります。で、教科書的にはリソース効率とフロー効率だったり、問題対私たちの構図とか、まあ、高い学習効果とかチームで成長っていう言い方をしてるんですけど、もうちょっと、皆さんに届くような言葉を使って説明をすると、例えばソースコードを書きました。ソースコードを書くときに、何か困った場合でも自分でググってなんとなくこれでいいかなと思って書いてみて、でそれで、一旦プッシュしてソースコードレビューに回します。でソースコードレビューするときはどういう考え方で、なんでこのライブラリ採用したのかよく分かんない状態でいきなり構造をたくさん見てくださいって言われて、でざーっと流し読みしてなんとなく大丈夫そうだったら、もうじゃあいいやご承認しよう、まあ、もしくはコーディングルールとか、まあ、括弧の場所とかクラスの作り方とか、なんかそういうちょっと自分のこだわりに引っかかったところだけレビューで指摘して、でソースコードレビュー終わってしまったりとかみたいな形で、結構ソースコードレビューって大変な割にちゃんと成果を出せてなかったりします。あるいは私が支援している現場で結構多いのが実装漏れとか設計の解釈が、違っていたとか、あるいはなんかアルゴリズムが iOS チームと Android チームでなんか違うアルゴリズムになってしまったとか、見た目が違うものになってしまって、スプリントレビューしようとしたらなんだこれってなっちゃったっていうふうに、人が並行でバラバラに一人ぼっちで仕事をしているせいで、1週間2週間経つとチームの中での成果の乖離がどん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 大きくなる。でそれをスプリントの最後のレビューとかで一気に吸収しようとすると、当然その分オーバーヘッドが発生したりとか、レビューの回数と、修正とまた再レビューっていうふうにたくさん工数が積み重なっていって、で結果的に5人がそれぞれ別々の仕事をしたときに最終的にリリースまでにかかる工数っていうのはものすごい時間になっていますよね、というのが現状ほとんどの現場で抱えている課題
というのは、まあ、多分皆さんもなんか思い当たるところがあると思います。で、じゃあそれをモブプログラミングとかモブワークとかでやると何が解決するのか。まず仕様の解釈漏れとか解釈間違いとかはその時に、実施をしようとしている機能の順番とか書いているコードを見た時に何かそれ違うよとか足りないよとかっていうふうに同席した人がすぐ指摘をしてくれる、まあ、もしくはそこにプロダクトマネージャーとかプロダクトオーナーがいるのでそもそもこれ何やるんですかってエンジニアがよく分からない時にその場で聞けてその場で答えが出てくるかもしくは実は決めてなかったからどうしようかって言ってその場で決めたりとかっていうのができる。でソースコードの書き方についてもなんでそんな書き方するのとかそのライブラリ前やった時にダメだったからこっち使った方がいいよとかあるいはそれそこで使うんだったらアーキテクトチーム側に渡した方がいいからインターフェースだけ用意してでちょっとそっから先はチームに依頼しようとかみたいにプログラマーとして、コードを書くことに集中している時って割と部分最適に一生懸命にならざるを得ないんですけどそうした時に見落としがちな全体最適の観点はその場に同席している他の人たちがその場ですぐフォローしてくれるというのがで当然、一緒に画面見ながらやってるのでソースコードレビューはいらなくなります。あと仕様の抜け漏れとかの確認もいらなくなります。で、要件がもし詳細決まってないかったりよく分からなくてもその場で聞けるので、遠くにいるプロダクトマネージャープロダクトオーナー仕様を決める企画担当者とのコミュニケーションロスもほぼゼロになります。でなおかつその場に全員いるので他のチームメンバーに、どういう機能をどんな思いで作っていてその結果どういう画面になったかっていうのを後で共有し直す手間も全部省けます。でここまでが、いわゆる普通の効果なんですけど実はそれだけでは、ない別の効果があります。例えばこの5人いるチームって10年間ずっとこの5人がい続けるんですかっていうとそうではないですよ、ね、悲しいことに誰かが病欠したり今日みたいに子供が熱出して急遽私が喋ることになったりとか、まあ、そういう形で人の入れ替えってよく発生します。で例えば超ベテランのアーキテクトしか変更できないソースコードとかライブラリとか仕組みもしくは把握している仕様があったとして他の4人が把握してなかった場合は多分そのプロダクト自体止まっちゃいますよ、ね、でも普段モブワークをやっていると全員が全部把握することになるので誰かが欠けても例えば残り2人が全員なくなったとしてもこの2人さえいれば仕事は前に進むのでプロダクトの成長は止めずに済むんです、ね、なのでどっちかっていうと今エンジニアの採用が難しいとかエンジニアどんどん転職していくとかみたいに開発リソースの最低限の質をどれだけ保つのかっていうのはプロダクトの開発組織にとってかなりのリスク要因であることは間違いないんです。でそういった中でプロダクトの成長を止めずに済ませるための開発メンバーの確保とスキルの、共有とかあるいは過去の仕様の把握だったりとか経験の共有っていうのはシングルスレッドでバラバラに働かせている場合はもうほぼほぼ取り返しのつかない事態になる。でそれを避けるためにはモブでやることの方が何十倍も価値は出せますよねということでアメリカでも日本の、進んでいる、プロダクト開発企業ではもうほぼほぼ全てモブワークで設計も、アーキテクチャの、仕組みとか、機能の開発とかテストとかそういったものをやっているというのが現状です。で今は導入した企業でよく出てくる不満というか課題が場所を用意するのが大変。まあ
島を作って画面2つ以上いてみんなそこにいてっていう、ホワイトボードとかもあった方がいいし、いろんなフローズとか全部壁にあった方が良いので、結構な環境が良しなっちゃう。で、机を動かすのが難しい場合は会議室も借りっぱなしになったりするんですけど、この度リリースされましたビジュアルスタジオ2019などに採用されているラビシアでは、なんかその辺ももしかしたらもう少しなんとかできるのかなという期待はありそうですね。でも、まあ、モブワークに対する期待よりも私が思うに、なんか障害対応とか、キーとなるエンジニアがその場にいなくてもプロダクトの成長が止まっている要因を一緒に解決するっていう、そういうところにライブシェアっていうのはかなり寄与できる、期待できるし、そういう行動の変身の仕方とか仕事の進め方が当たり前になっていれば組織としても強くなるので、ぜひですね、そういう、仕事の進め方とかツールの使いこなしというのをやっていただけたらいいかなというのが今日のセッションの趣旨になります。はい、では残り1分になりましたのでまとめに入りたいと思います。今日はですね、マイクロソフトが正式リリースしたライブシェアの話と、あと最近の、プロダクトを中心の企業で取り入れられている開発スタイルの話の紹介をしました。で、今日の目標は2つでした。40分お話し聞いていただいて、まずライブシェア、リンクを送って共有すればその場で使えます。で、そのためにはビジュアルスタジオ2019、2017、またはビジュアルスタジオコードがあればよい。で、ビジュアルスタジオコードは Windows も Mac も両方大丈夫。ビジュアルスタジオ2019、2017は Windows しか今だ。というのが条件でした。で、それさえあれば別にプログラマーじゃなくて、他の役割の方でも、共有ができるというお話と、あとは、全エンジニアが全員バラバラで仕事をすることの限界のお話をして、で、そういう開発の進め方はもうやめたらいいんじゃないかという提案で、モブプログラミング、モブワークの、先に待つ開発スタイルの未来の話とか、プロダクトのリスク要因の、排除の話とかを今日はしました。はい、ということで私のこのセッションは終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。